連れてってくれ。仲間が死にま。お前は強いから人を助けろ。例の継ぎはぎの呪霊は改造した人間を使う。君もいつか人を殺さなければいけない時が来る。はい。理解してください。監視をお願いします。目についたものを煽った。これは宿儺といって後で金を稼いでいる呪詛師は多い。そういう連中の仕業だいかい。君や母親を恨んでいる人間。表彰状全国読書感想文コンテ。何してくれてんの。ごめん。でお前は入賞だ。ボンボンなのは評価するけど、ん？何出て闇より黒く、その汚れを味噌に貼る。おお、できたできた。悪いね、真人。渡れない。外からは入れる。あくまで呪力の弱いるだろう。君の考えている絵図が描けるといいんで、流れはできてるんだ。二人とも君くらい冷静だと助かるんだけどな。あれはあれです。少年院の指は、すぐに虎杖悠仁が取り込んでしまう。悪巧み？まあね。それじゃ楽しいよ。愚かなが。後ろ、大丈夫か？死にはしない。知っているのか？何が起こっているか？先生。それ。これまでのことも聞きたいことがある。あれをうちに置いたの。なんだよ。質問を質問で返せる立場だと思っているのか。嘘を見抜く術はないし、そうされるだけのことを。で、引っ込んでろよ、ジュジュ。